皆さんどうもタイガです。お疲れ様です、強烈な大下方を受けましたが、リムルさんどうなんでしょう今。というわけでね、今回はアビサンリムル使っていきます。アビサンリムルで裏ガオダーク、まあガオダークはねせっかくなんで、まあ今ねせっかく新しく出てきてるんで使っていくんですけど、これでいいかな。ちょっと魔法使いはいらんかったかもしれないけど、スライムに対して、あ、スライムじゃないの、アーチャーに対してね、スライムねすごい有効なんで、これでいきましょう。で、ガオダーク使ってるときはアーチャーの砦はめにね注意したいですね。かなりこいつ砦かかるんで気をつけないととんでもないことになっちゃうね。さて、リムルが通らない可能性もあるんで、ここはひとまずリムルで削って、剣士飛んだな、全部取れるな、これでかっ、マジこれ父ちゃんのマジ。さあ吸ってパピオン来たね、嫌がってるもん相手だいぶ。ならばここね、ロボが行ってもいいんだけど、これもうゲージ絶対溜まっちゃうんで、ちょっと待ちましょうか。この相手の通常が食われたくないですね。少しでもダメージを回避しに行きましょう。さあ魔法の裏技、ロボガール、進撃形態、スライムは置く、なるほどね、グラグラね、オッケーオッケー、グラグラのことは分かったんで耐えましょう。これも抑えたけど一発撃たれたのきちいな、これ。ここ撃たれたくねえんだよな。はい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 、まあこれやれればいいんだけど、やれない、やれそう、やれてる、素晴らしいね。でロボが流れてく、でチビブルね、オッケーオッケー。魔法なんか届かないんだよね。さあここ、こう見ようか、ラスト魔法もいっちゃおうか。リムル残ってるね。さあリムルは残ってる、魔法の雨も打つし拘束もしてる。じゃあこう壁張ってあげて、で最後はあいつなんで、それ処理して、ここで、メギド、後ろ打つでしょ？ OK。後ろ行った。じゃあ行きましょう。ガオダク。さあ、リムル。これ倒してほしいんだよね。これ倒さないと始まらない。倒した、倒した。変える、変える。さあ、でも迎撃ないよ。飛べ、もう一回。もう一回飛べ。そう。OK。いけるいけるいける。ナイス、入ってる。素晴らしい。さあカエル入ってます、入ってます。なんだこれは、あーパードか、邪魔だパード。というわけでダメージも入りましたね。なんとかギリギリ、何入ったか分かんないけど点差勝利、ありがとうございました。この人うまかったぞ、持ってんじゃないのこれ、うまかったけど。そうだよね、うまかったもんね、どう見ても。はい、でリュールの下方内容なんですけど、結構下方されたんですよ。まずグラトニーの拘束確率が下がった、はい。まあ当たり前ですよね。高速すぎなんで。で、さらに威力も下がってるんですよね。そして、明確なアンチキャラも追加されました。ウィッチとか、マンドラゴラとか、アシュラとかね。ウィッチとか、行きましょう。はい。で、あとはアンチ関係もより強化されました。魔法とマーマンにより弱くなり、ちょっとあんま覚えてないんだよな。あと空系の飛行タイプのやつを、高速しづらくなっただけ。確か。とか、まあいろいろあるんですよ。結構がっつり加工されてるんですよね。メギド関連は変わってないけど、ただメインってやっぱメギドも強いですけど、グラトニーがマジで一番やばかったんで、そのグラトニーが加工されてるだけでもかなり話は変わるんじゃないかなと思ってます。でお相手がリムルなんで、早速ねリムルに有効なウィッチを引いていくと。さあここね、リムルで来る、取りたいですね。取ったのはよし。さあそこウィッチ出してゼウス行きましょう。ここはスオーね、当たってるね、オッケーオッケー。なるほど、そんな感じか。じゃあもうガオダーク行きます、潰しに行きます。これさあ倒してる、え、クイーン倒せるのそれ、なんでクイーン倒せるの、ガオダークでそんな簡単に。クイーンが やらかしてるだけ、ボコボコにしたけど、クイーン。じゃあガオダークで、
あ、それ終わりじゃん。もうウィッチとそのガオーダークのあれで一瞬じゃん。あ、メギド、あ、避けられた。マジかよ、それは痛いな。全部死んじゃうわ。強知ってたけど強いなこいつ。というわけで、まあ、まだまだビートルガールもね、あの、なんならこれもいるんで、リムルもいるんで全く問題ないですね。コーラスフィナーね。あ、コラボ猫ちゃんかわいいね。君かわいいね。拘束しちゃうよね。そうだよね。倒す。さあ、ウィッチ置く。そいつも倒しちゃってくださいよと。ワンパンね。マタンゴはめんどくさいが、マタンゴめんどくさいがダメージは入っている。そこ倒しても取る。オッケー。まあまあ、虹マタンゴなんですよ、相手が。なんで、リムル切って、前前前。落としたいよね。ワイラー。新しいの。まあ、いけるでしょ。というわけで完全勝利ありがとうございました。まあ、リムル普通に強いよ。で、ウィッチ引いたらだいぶ楽になったわ。ありがとうございます。はい、それでは行きましょう。お相手がアーチャーリーダーですね。またアーチャーです。アーチャーね、まあ、黒稲妻奪いたいですね。奪いたいんですけど、アーチャー一体流すとこだけに黒稲妻を打つのはちょっともったいないんで、剣士流して、剣士吸って、アーチャーも吸って、マソゲージ溜めつつ、黒稲妻を取るのが一番理想的ではある。とりあえず大型を引きたいね。大型引くプラス、アーチャーに有効な中型が欲しい。悪くはないけど、まあ、行くか。コング、まあ一応迎撃でコングいるし、マタンゴもキャラ数いるし、アーチャーに対してはね、まあそこそこ頑張れるはず。本当はね、あの、遠距離にまで攻撃届くタイプが欲しかったんですよ。ちょっと剣士ミスった。マイマイとかね。そういうタイプが一番いいんですけど、まあ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 、わがまま言ってらんないですね。さあ、マタンゴでどかしましょうか。邪魔しましょう。うん、一発撃つ必要あるね。なるほどね。それは取れないね、さすがに。でも毒いたわ。その毒でかいよ。これ多分ね、ウサギ死んじゃうんで、ここでね、リムルを切るのはね、なしだね。さあ、ビトが行って、大型は来ない。じゃあリムル行こう。これきつい。ガオダック行きます。これマジできついっす。あの上のやつはきつすぎる。で、赤ずきんいるんで俺まだ。釣った？赤ずきん行きましょう。まあ、タンゴの裏技も使いましょう。削りましょう、削りましょう。ガンガン削りましょう。さあ、削ってはいるが、俺もだいぶ削られてる。痛い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 。ガオダークいるとは言っても、なるほど、そんな感じか。さあ、マタンゴの裏技の裏で火力は出していこうか。後ろはコングで見ようか。何で削られてるか全然わかんねえな。でも倒したね。オッケーオッケー、素晴らしい素晴らしい。さあ、攻撃性能が上昇しました。問題はドラゴンライダーをどう綺麗に処理するかだね。あいつ処理決めないといけないんで、リムルでまずグラトニーしてほしい。飛んだのでかすぎ。拘束できなくても関係ないってばよ。取れなくていいや。勝てばいいから。吸ったわ、飛んで先行能力。吸っちゃったらもう終わりだ。こいつらが取れちまう。終わりだ。てか落ちちゃうこれ。取った。強すぎる。リムル強すぎる。強い。ありがとうございました。さあ、再び行きましょう。お相手がリムル。まあ、ウィッチ引きましょう。はい。有効なキャラ引いていきましょう。今回マッチング面白いね。あれ？記憶が間違ってなければ、アーチャーリムル、アーチャーリムルかな、順番。記憶間違ってなければ。さあ、リムルに有効なキャラ、だいぶね、追加されたので、引いていきたいんですが、引けないね。大型は2本必須。行くしかないね。行きましょうか。行けるかな。ネズミ剣士は強いんだけど、リムル怠慢で倒せるんだけど、それで選挙能力を奪われちゃうのが、かなり嫌。これ、第一撃つわ。第一撃って飛ばして、頼む、飛んでくれ全部。OK。リムルネズミ一人に行くわ。一応もう一発撃つわ。取れると思うけど、危ねえ。
怖え、怖すげー。エリムルですって。それあ、吸わない。まあまあしょうがない、吸い合ってるね。なるほど、そんな感じか。うん、ガオダーク行こう。一発食らっちゃうのは痛いけど、ただ横は出てきてる。横はできたのは偉いよ。で、こう叩かれ倒せるじゃん。これ殴り倒せんじゃないのこれ。やりきれんじゃないのこいつ。倒せるわ。強っ！やられたけど、こいつ残ってるじゃん。なるほどね。倒すじゃん、それ絶対に。で、リムルも行くじゃん。あ、なんか奪った。え、奪えてないじゃん、どう考えても今の。奪えるんだ、それ。奪った判定なんだ。えぐ。サターが、はい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 。こいつは桜で行きたいな。倒した。これはもう無理だろう。相手。この数を止めるのは無理だろうよ。絶対に。無理だろうよ、おい。いやい！リムルまだ2体残ってる。キャラ残りすぎね、これ。はい。というわけで、完勝。素晴らしいね。リムルマジ強いわ。変わらんわ。いや、変わらないくはないで、変わってるんだよ。変わってるんだけど、関係ない。強い。はい、それではラストいきましょうか。で、ガオダーク普通に強くない？正面からの殴り合いはさすがに脆いんだけど、脆いとは言っても結構頑張ってくれてるし、攻撃速度低下、移動速度低下？いや、移動停止だっけ？まあ、とりあえずなんかもう、普通に頑張ってるわ。で、お相手がグリドラリーダー。これちょっと怖いよね、グリドラリーダーって。何くんだろう。え、メタドラガールとかかな？メタドラガールとかかな？有効なキャラなんか引ければいいんだけど、まあもう行こうか。まあブルドラもね、インファイト強いんで、召喚時の声優で。頑張ってもらいましょうか。何行くんだろう？グリドラリーダーってどう考えてもブッパーしてくるイメージだけど、これでゼウスとかだったらちょっとやばいね。魔法の雨で、どこまでやれるかな。グレフラ。メタドラガール来てくれれば、わかりやすく、戦えるけど、なるほど。さあ、一応ピクシーダンスしてくれる。ここも、釣ってくれ、うわ、どうで取れなかった。あ、取った。で、これクリフ出しちゃった。まあいいか。クリフラ帰ってこれないね、これ。帰ってきた、帰ってきた。マジ強い、お前。ん、あ、ごめんなさい、パード見てなかった、俺。パードいたわ。いたけど強いね、君。優秀すぎるってばよ、それは。で、ブルドラ君は何をやっているんだーい。ブルドラ君何やってるんだーい。遊んでる場合じゃないんだよー。無限に回復されてるよ。大丈夫なのかい。全然大丈夫じゃないよね。ん？何取られたんだろう。うん、まあ、ここはこれでいいじゃん。さあ、あとは抑え。いや、無理だ。リムル全部死んじゃった。パンダもきついし。止められないぜ。パンダいっぱいいるぜ。頼むぜ、魔法使い。そいつを倒してくれ。せめて点差で抑えてほしいぜ。魔法使い、頑張れ。頑張れないって言ってる。そこは倒した。あのパンダ無理。あのパンダを止めようとしてはいけない。あれは止められない。知ってる。あれは止められないわ。頑張れ、頑張れ。一応止めてみる。止められないと思う。多分ね、すごいスキル入ると思うんだよね。入んないわ。あ、入るわ。寄ってきやがった、あいつ。天才だ。はい。というわけでやられちゃいましたね。ブルドラがアホすぎましたね。何やってんだろう。遊びすぎだろ、あいつ。勝ったわって思ったら、ブルドラが一生もじってた。意味がわからない。結構意味がわからない。残念。うん、エグいね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。リムルいかがでしたでしょうか。アビサンリムル。普通に強かったっすね。普通に強キャラっすね。
疑うまでもない。なんかリムル解放されてね、リムルあったのにってね、嘆いた方もいました。実際ね、まあ、言いたいことはわかる。わかるけど大丈夫。心配するな。こいつはまだ最強格のキャラだから。普通に超強い。超強いです。大丈夫です。むしろ解放されたおかげで、対戦相手から出てきても、もっと処理しやすくなったし、あ、もう絶対にみんなにとってプラスになってるはずだから、ぶっ壊れキャラはいつか淘汰されるから、すごいいい感じに弱体化食らってる。超強い、これでも。まだ弱体化されるかもしれないってくらい強い。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。